だ。のぞみ。私はあなたを迎えに来たのよ。私を迎えに。そう、あなたはあの女のニエの血を引く家の子だから。そうでしょ、ミカゲ。はい、姉様。私たちと行きましょう。待ってよ、私全然わからないよ。あなたたちは誰？ニエの血って何？行くって一体どこに？私はのぞみよ。さっきも言わなかったかしら。私は御影。私の妹、お父様に捨てられちゃったかわいそうな私の妹。私は妹がいるだなんて知らなかったのだけど、かわいそうだから助けてあげたの。そうよね。はい、姉様。それにしても、忘れてしまったのね。ほんの少しも覚えてないの。せっかく思い出させてあげようとしたのに、あなたは途中で目覚めてしまった。くれるじゃないの。どうやったのかは知らないけど、つい最近まで綺麗に血の匂いを隠していたし、都合よくこちらに来たと思ったら邪魔者まで一緒だし、あなたの言う蝶の着物のあの女と東大の鬼切り役、本当にあなた苦労をかけてくれるのね。
から。こんなところではしたないけど、少しだけもらってしまおうかしら。もらうって何を？あなたの血、特別な血。そうだよ。知らないのね。本当に何にも知らないのね。ハトだったかしら。あなたの血筋は特別なのよ。紛れもなく特別な血を伝えているの。それがニエの血。ニエの血。あらゆる呪術で使われているように、血そのものに特別な力があるのは知っていて。力の血であり、命の血。形ある肉の一部でありながら、形のない玉の一部でもあるの。すなわち、両義を生む対極。万物の根源。常たち殺地。かぐつちおろち、血は神そのものを表す言霊。だから人は血を捧げるのよ。ニエの血を。ニエの血。血には寄生があるのよ。あなたの血はね、とても純粋で尊い。ヤシオリの酒が主様の塩素を酔いつぶしてしまったように、とても濃くて強いのよ。ヤソヤオヤチの人の血を飲み干してもなお釣り合わないほど。神でも物でも何でもいいわ。あらゆる人でないものはあなたの血を飲むことでより大きな存在になることができるの。より大きな…そう、強い力を手に入れられるの。だからとても特別なの。だからみんなが欲しがるのよ。そして奪い合いになる。この土地には強い封印があるから、ここにいる限り外のあやかしに嗅ぎつけられることはないけれど。だから血が絶えず今まで残っているけれど、今も昔もニエの血の持ち主は珍しいのよ。誰もがあなたのように血の匂いを隠せるわけではないから。もし隠せなかったら…わかるでしょ。隠れないと、逃げないと。鬼に捕まったら食べられてしまうのよ。だからその貴重な血の持ち主は大事に大事に育てられて、崇める者に喜んでもらうために、恐れる者の機嫌を伺うために、生贄として捧げられてきたのよ。ずっと神よの昔から。
のね。50なんかじゃ。いいわよ別に、弱い子よりはそのぐらいの方が好きだもの。ますますあなたが欲しくなってしまったわ。私が人間だとでも思っていたの？だから少しもらうわよ。大丈夫、痛くはしないからね。痛くしないって言ったのに、こんなに怯えてかわいそう。やっぱり血じゃないとダメね。姉様、おいしい？しょっぱいわ。
ちゃんから離れなさい。つもりなの？また私たちの邪魔をするの？するわ。私はケイちゃんを守るためにこうして形になったのだから。やる気なのね。姉様、これの力を弱めればあの封印も。そうね、それではそうしましょうか。